20年前、高校生だった私は島の崖から飛び降りたの。来週の盆休みに俺らの地元の島でキャンプやろうって香織に提案したんだけど、うん、どう？そこはやめようって。あれ以来一度も戻ってないんだ。たくまの時間も近いんでしょ。私のこと紹介して。やった。俺の新しい彼女も呼ぶから絶対楽しいって。リカちゃん帰ってきたその日に海で溺れて死んじゃったんですって。ちょっとやめてよ、またそんな噂話。ねえ、これ何？まだみんな彼女のこと探してるみたいだね。あの浜は行けん。すごい、来たの彼女が。私と一緒に来て。愛されたいの。うわ、あ、原地、昨日の夜死んだはずの子を見た。出たよ。幽霊なんてありえないって。誰かが足引っ張ったの。昨日はあなたの体を借りられて楽しかった。夜は誰も行かないよ。この浜変だよ。俺もうここにいられない。何なんだよ。もうこっから出よう。僕も同じ。離して、離して、離してくれ。おい、香織、私のこと